はい、ですね、今やばいんですけど、遅刻で、京王線で、東大の方、向かっていきたいと思います。ちょっと、今めちゃめちゃ急いでるんで、動画の撮影はこれぐらいにしておきます。はい。まあ、こんな感じで、東大のね、なんか入試はこんな感じなんですけど、まあ、一応国語がね終わりました。で、国語がなんか3分ぐらいかな、入って3分ぐらい、なんかそのなんか鉛筆だけ出してくださいとかさ、スマホ縛ってくださいとかスイッチ切ってくださいみたいなこと言われて、ちょっと3分ぐらい遅刻したんですけど、まあ、だから大丈夫かなってね、まあ、思ってます、個人的には。その3分ぐらいなんで、なんかもう最初もうね、10分20分遅れたらどうしようかなと思ってたんですけど、まあ、大丈夫でしたね。はい、というわけで、まあね、引き続きちょっと数学の方も頑張っていこうと思うんで、まあ、はい、動画この辺で終わりにします。一応ね、受験が終わって、なんかさっき友人と駒場公園っていう、なんか東大から、まあ、徒歩4、5分ぐらいかな、そこに歩いて行ったんですけど、これね、帰ってきたらこれなんか意味わかんないけど、なんか人だかりができてて、うん、好きですよね、なんかこういう雰囲気の建物が。やっぱね、東大来るとやっぱ行きたいなっていう風に思いが一層強くなるんで、もしね、頑張りたいと思います。まあ、次数学なんですけど、数学だったら、まあ、最近だったら一貫できれば受かるような仕様になってると思うんで、まあ、一貫まず目指すのと、あとは残りで部分点ぼちぼち稼いでいくっていう、そういう戦法でね、やっていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。今ですね、渋谷駅なんですけど、まあ、一応東大入試の2日目じゃなくて1日目がね、終わったんで、動画撮ってます。まあ、結論から言うと、なんかだいぶ以下で、なんか前の年が難しすぎたってのもあったみたいで、やっぱり問題自体はね、めちゃめちゃ簡単になったんですよね。ほんともうビビるくらい簡単で、なんか、なんだろう、数学もなんか、下手したらもう3冠するんじゃないかみたいなところまで行ったんですよ。なんか思想だったんですけど、なんか、1問ね、まあ一応、答えは出したんですけど、微妙なんですけど、まあ、だから3冠するんじゃないかみたいな感じで、だから、なんかセンター試験の点数で、なんか、センター試験点数じゃんけんみたいな感じで決まりそうなんですよね。なんかみんな2次できたと思うんで、多分。なんか、そうなってくると、まあ、やっぱり800とか上位のやつらが、なんか、受かってっちゃうみたいな感じなんですよね。だから、ほんとね、センターで800取れなかったところが、ちょっとやっぱ今になって、そのね、なんか痛さが出てきて、やっぱり、って感じですよね、なんか、ほんとにね、ちょっと悲しいなと思います。ということでね、まあ、ちょっと、2日目も頑張るんで、まあ、これでね、一応動画終わらせたいかなっていうふうにね、思ってます。なんか、ほんとは出てね、取りたかったんですけど、東大出てすぐ取りたかったんですけど、なんか、1時間半くらいかな、待たされたんで、ちょっと今、ラーメン食った後なんでしょ、ゲップがやばくて。ちょっとすいませんね、なんか。まあ、とりあえずそういうわけでね、終わりにします。失礼します。